まこなこチャンネルです。現在北西の方、西陵の方をほぼほぼ制圧し終え、関中にも前回入ったところで終えました。引き続き敵を倒していくのですが、まずは上陽の方に敵武将、ここですね、上陽の方に女性武将がいますので、この人、宝三条を迎えに行こうかなと思います。すでに部隊整ってますので出陣させていきましょう。では合戦いきます。敵兵数少ないのでここはあっさり終わることでしょう。まもなくここは本陣を落とせそうですと。私に続きなさい。さて、手早く取り付ければいいんですが。やった。さあ、祝杯をあげましょう。では士気の回復ももうある程度進んでますので、そのまま上陽に取り付きます。なんとかここを落とせれば一服かなと。始めるわ。全軍全力で行くわよ。ここ拠点落としながら行ってもいいんですが、まあそのまま戦ってもね、問題なく倒せるとは思います。ちょっと采配ゲージ上げる、これを取れたらいいなと。さて、敵が出てくるかどうか。出てきますね。出てきてくれるんであれば、だが全部は出てこないと。他の部隊、今取った人が出てくる。いや、ちょっと待ってくれ。すごい速いスピードだな。連撃使ってくると。いくよ。ちょっとこれそのままにするのは良くないと。いやー、びっくりした。全軍私に続け。我が力思い知るがいい。こう取ってから戻りますが、我が計略受けてみよう。まずはこれ両党ちょっと倒さないといけないと。倒さないというか触れればいいので。あっと、敵戻っていくな。お任せください。いやー、危なかった。私に続きなさい。だがこれでもう一気に倒せることでしょう。我が力思い知るがいい。いくつかの部隊は戻っていってしまうが、まあしょうがない。これは能力的には圧倒的と。さて、じゃあどこから登ろうか。こちら側から登りましょう。これわざわざ木のところを通っていってしまうので、こういう角度の方がいいのかな。これは運転でも作って。お任せください。ほら、おののけ。これは届くのか。兵装戦術はなんだっけかな。士気が上がるとかでしたっけ。ちょっと内容が覚えてないけど、私に続きなさい。大したことなかったような気がします。少し遠回りして本陣目指すと。うかつな。これでどうですか。あっと、これどういうことだ。なんでわざわざこんな遠回りしてるのか。あ、技法か。なんか変な動きしてるなと。かしこまりました。だが卑弥呼のみでなんとかならないだろうと。卑弥呼も弱くはないんですが、進め。囲まれたくはないというのと、敵は陣の方に向かってしまっていると。すでにある程度陣壊されているので急がないといけないと。だが向こう旧兵だけなので、そうそう負けはしないでしょう。まあ陣が落とされることはないでしょうと。お任せください。大丈夫かこれ。そんな、ごめんなさい。進め。敵は2か。いや、戻ってくるな。ならば大丈夫と。いや、よかったよかった。なんとかここを取って宝三条仲間にしてから次を考えましょう。私に続きなさい。これもう少しで終わるが、なんとかこの月で終わらせてもらいたいんですよね。
勝つ。いや邪魔だな。これでどうです。そして技法をやってくる人がいると。これでどうです。私に続きなさい。まあこれで終わることでしょうと。これまで、あ、まあ全部倒してしまえばそういえば終わると。忘れてたと。というわけで上位の戦いはこちらが勝利で、またもう一つの勢力を倒すことができました。竜具がこれでなくなり、では早速初段しましょう。そうですね、びっくりした。女性武士は切ってはいけないと。砲三条も切らずに、まあこのあたりを初段。これで終わりか。で忘れていたのですが、東洋を切ったけど、あら、これ嫌ってるになってますね。歌詞は旧敵のままか、これは。あ、そうですね、旧敵のままですね。イベント発生しないと仲間にはできなさそうだと。そして今あ、ま、ちょっと待ってくれ、なんだこれ。こんなところに部隊来てるぞ。あー、どうすればいい。ちょっと移動させましょう。ここに移動させた後に武徒から出陣と。いやー、気づいてよかったな。必ずや戦果をこの手に。で卑弥呼はこのまま少し先を制圧いきましょうか。この循環のね、部隊動かせないのはちょっと辛いんですよね。曹操の方は兵糧切れになるんじゃなかろうかと。緑河武官を制圧。あ、剣閣取られてるな、花房館も。さてこれでイベント発生で、歌詞がどうなるか。ダメか、歌詞はまだできないと。よしだ。さて根性したきことがありますということで、収穫に名乗ると。ではこうなったか。ここで感触与えていきましょう。このようになります。さあ、であとは人材登用がままならんなと。これは一旦制圧したら解散した方がいいのかもしれないと。到着して士気回復してるんであれば、あ、これどっちに来るか見定めてからの方が良いのかな、動くのは。さて城塞作っていきましょう。まあ剣陣を作ると。天水の方に来ると。では行かねばなるまい。お任せを。こんなところでちょっかい出されるとは。まあ能力的にはどうなんだろうな。能力的には負けてるか。ちょっとそれは想定外。そしてここは一旦解散させましょう。さあやるわ。そして卑弥呼か、まあ卑弥呼じゃないと無理か。卑弥呼で仲間やるわよ。しに行きましょう。行くわ。でもう一人はここから出陣できるのかな。ここから出せるので、これで倒せることでしょうと。必ず戦果を上げてまいります。では上陽に入って砲三条訪問と。東洋一発で来てくれ。よろしいでしょうか。力の限りを尽くします。いやー、初の武将が仲間にといったところ。じゃあどうしましょうか。砲三条は能力などを確認して、まあ、能力としてはもう武力系なので、これをどこに
配備すればよいかですよね。あとは感触を与えておきましょう。あー、これ忠誠度がすごく低いので、ここは早くに対応しないといけないと。もうお金がかなり溜まっているので物をあげましょう。さて、リック島は統率プラス8と連戦もあると、すごい効果だな。では砲三条に25価値があるものを与えましょう。朝鮮人参を与えますと。さて、砲三条ではどこに配置するかですよね。これはまだ漢中は騎兵が育ってないので、武闘に移動させましょう。お任せください。さて、ここでの戦いは、おっと、さらに兵頭将軍を名乗れると。さて、ここ負けてはいるので、だが今一部隊加わったことで問題はなくなったと。かしこまった。そして自ら天水に戻って表情をやりましょう。いいわよ。ここはやはり軍備で騎兵と民心上げるでいいのかな。とはいえまだ大使とか任命してないので、そうですね、大衆だけでもどこか任命しておきましょう。漢中に、あーダメか、グッキーはまだ上がってないのか。功績グッキーはまだ6品間と。さて、ここの戦闘終わるまで待ちましょう。なんかこれ背景がおかしくない？すごい真っ暗なんだけど。こんな暗いのは今まで見たことないけど。決めたんです。こういうことが実際にあったんです。なるほど、そういう見方も。あれ、今商人出てこなかったな。私決めたんです。こういうことが実際にあったんです。なるほど、そういう見方も。まあ、なんか幻想的でいいですけどね、卑弥呼っぽいですよね、この軌道っぽいな感じがしましたけど。大丈夫か。ようやくここの拠点は終わりそうだと。いやー、長かった。かしこまりました。そしてこのあとどうするかですよね。今舞台をこちら砲三条出陣させてますので、それまでは暇なので、他のところ訓練などやっておきましょう。今孫権が攘夷を取ったので、これは孫権がかなり勢力伸ばしていると。 1,2,3,4,5,6,7 と袁紹も北の方で拡大しているので、こちらも早くね、曹操を倒して東への足がかりを作りたいと。さて、これで卑弥呼がまたイベント発生させて、ここら辺はもう多分新たに出てきた武将なのかなと。あと朝鮮は誰かを切ったために旧敵になっていたのかもしれないと。あー、歌詞はまだ旧敵が切れないと。こうなったか。ありがとうございます。こうなったか。さて、グキがいよいよ大主になれるようになったので、これをどこに置くか、漢中に置いておきましょう。かしこまりました。さて、暇なのでここら辺で周囲の制圧でもしておきましょうか。
ここを武将が今主管してきましたが、これは仲間にした後に初段で、ものすごくね理不尽な話ではありますが、ここは女性のみの場ですので、せいぜい悪名を残すがいい。というわけで切りましたと。天聖にようやく宝三条が登場と。ここは一旦解散。曹操の方に向かって徐々に進んでいこうかなと。これはやはり画面おかしいですね。こう品質にすると多分このようなこうなったのかなと。まあなるほど。いやいや、ちょっと変えましょう。高品質から戻します。時は来た。あ、これちょっと待ってくれ。事実、ちょっと別のことに意識が集中していたら、こういうことが実際にあったんです。負けそうです。この異世界で戦ってる感じがいいですね。私決めたんです。というわけで商人を倒し、私が正しかったでしょ。で、一度天水からこの陳宗と五条原取りに行こうかなと。これは長安を奪うための出陣ではなく、周囲の拠点取るための出陣と。これでなんとかなればよいんだが、長安もすごい兵数いるので、これは、まあ、兵糧がないんですよね。敵兵糧攻めしてるので、まあ、兵糧攻めしてる意図してはしてないんですけど、まあ、ここら辺にね部隊を置いてるので、結果として兵糧攻めになってると。まずは一つ拠点を取ってと。ここは何も立てずでいいんじゃなかろうかと。進め。この夫婦をね落とせればよいんですが、五条原も取りましょう。五条原も取りました。念のため夫婦の方まで行きましょう。進め。これを壊せるんであれば、この南側からのルートで進んでいこうかなと。かしこまりました。壊せそうだな。敵出てくる気配は、今一人戻ってくるけれども、これがこちらに来るのか、それともそうじゃないのか。いやー、来てしまうな。だが城塞は破壊したので、これ帰りましょう。始めるわ。いやー、間に合ってよかった。無理。で、歌詞は相変わらず無理と。これ新たに建築しなければいいんですが、してないですね。さて、秋になり、これで報告を預かっております。よしだ。これはこうなったか。あ、まだ夏か。これは歌詞の旧敵は取れてないか。1月にならないと取れないのかもしれないと。では卑弥呼は戻りましょう。袁紹が勢力伸ばしてるな。天水に戻り、これ宝三条もそろそろ合流しましょう。お任せください。対曹操に関しては他の武将も出さないと厳しいだろうということで、ちょっと四方に武将を寄せて出陣させましょう。今現在はこのような状況。今回は攘夷を取ったのみですが、宝三条を新たに仲間にして少しは拡大できたかなと。人物面でもいよいよ次回は曹操を狙いましょう。 おっとっと、ついつい出撃してしまった。お任せください。曹操に関してはここも女性武将は何人かいるはずなので、でも曹節と弁士なのでそれほどね強くはないと。内政向きの武将が2人おります。この辺りを手に入れるため、次回の卑弥呼の活躍、もし興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。
ご視聴ありがとうございました。